どうもしゅんです、こんにちは。はい、ということでですね、今回は実際の就活生に来ていただいて、ビジネスかつ就活のスペシャリストの大先輩の方々3名に来ていただきました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。大人の皆さんの一言ずつ自己紹介の方を南さんの方からお願いしてもよろしいでしょうか。はい、こんにちは、南と申します。いつもあの旬ダイアリーに出演させていただきありがとうございます。自分で会社を経営します。もともと広告代理にいました。本日はよろしくお願いします。プレイヤーズの高野と言います。普段は転職支援の会社ですとかベンチャー投資などをしております。 YouTube などもやらせていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。人材研究所の曽和と申します。普段は人事とか採用担当者向けのコンサルティングを主にやってます。トルガーのサポートしてるっていう意味です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。馬場さんの簡単な自己紹介をしていただけたらなっていうふうに思っております。馬場さんお願いします。はい、よろしくお願いします。武蔵野大学工学部建築デザイン学科4回生の馬場健太郎と申します。現在21卒で就職活動を実際に続けさせていただいておりまして、大学の方では空間デザインであったりとかプロダクトデザイン、あとは建築としての大きな構造デザインであったりとか、そういった部分でこうデザインに携わる活動をやらせていただいておりまして、希望職種と希望業種に関しては広く見てデザインという部分なんですけれども、そちらで進めさせていただいております。25社ほど受けさせていただいた中で、現在内定はまだいただけていません。ガチの就活生の方なんです、はい、ガチだったんです。高野さんやらせじゃないかっていう。こういうのって大体やらせじゃないですか。こういうの大体やらせなんですけど、僕らガチなんですよね。あ、そうだったんです、はい、結構びっくりしたんですね。喋りがあまりにも落ち着いてるので、ちょっとあんま普通の学生じゃないなっていうふうに思ってますよ。ついつい社会人か。もうはい。なんか大人と喋る機会結構ありましたか。そうですね、そういった機会は結構自分から設けるようにはしていたりしたんですけど、正直できてます。人間性の方は素晴らしいと思うんですよ。なので技術力の部分と志望動機の部分で落ちちゃってると思うので、どっちか僕には分からないんですけど、志望動機の部分で言うと多分本気度が伝わってない。で、あとは技術職にこだわるかこだわらないか、デザイナーっていうポートフォリオで受けるか受けないかを選ぶだけなんで、そこの覚悟の部分を自分でどうするかっていう決めればいいかなっていうふうに思ってます。僕もお会いした時、本当中間管理職の方が、いやもう中間管理職にもついてるって初めて。そうですよ、そもそも職種的にはものすごい倍率のやつなので、と一般の方が普通に受けて25社落ちたっていうのとはなんか違いますよね。全然違います。馬場さんなりにウェブでの面接を受けたと思うんですけど、範囲はどこだったとかって自分なりにどう考えてますか。熱量とどれだけ会社に対して利益をもたらせるかっていうところで割合をこう決めていったんですけども、最初の第一希望部に関してはそれこそ熱意でガンガン押していろいろプレゼンするっていう方針で言ってたんですけども、やっぱだんだんとこう就職活動が続いて志望理由だったとか動機がだんだん弱くなっていった時に、もたらせる利益に関しての部分が弱かったので、熱量だけがどんどん下がっていって、結果的にその本当に入りたいのっていうふうに聞かれてしまった企業さんの話があったので、そこが一番の範囲かなっていうふうに僕は思っています。熱量って何のことだと定義して言ってます。熱量に関しては入りたい度合いっていうよりかは、その会社でこういうふうにやっていきたいですっていう部分を目標として話すのが僕の中での熱意かなっていうふうに思っていまして、それをこう熱意として話させていただいて、まあ、つまり具体的にやりたいことっていうのを示すことによって本当は会いたいんだよっていうのを伝えようとしてるっていうことですよね、はい、それマイナスじゃないともちろん思うんですけど、あの結構一番知りたいのは、うちの仕事をやってもらうときに本当に楽しくやる気持ってモチベーション高くやってくれるかどうかっていうのを知りたいんですけど、それをですね、何から判定してるかって言ったら、こういうことがやりたいんですっていう、そのやりたいこと自体じゃなくて、やりたいことがなぜやりたいのかっていうその理由、それで判断するんですよ。僕はよく根っこが生えた志望動機とかって言ったりするんですけど、根っこが生えてるっていうのは、要はつい数ヶ月の就活の間で考えた理由じゃなくて、自分のライフヒストリーの中から、いや実はこんな環境で生まれ育って、こんな出来事があって、こんな人と会って、こんなことがあったから自分はこんな価値観になって、だからこの御社のこの仕事がやりたいですっていうと、なるほど、そんなことがあるんだったらちょっとぐらい大変なことがあってもう頑張る根付いた動機かもな、だったらいいかもねみたいな感じになるんですね。そこが抜けた形で、いくら個別具体的に、御社の中でこの仕事をこんな風にやりたいって言われても、まあ、本当かどうか分かんないんですよね。
やりたいと思っているのは分かったみたいな感じになっちゃうので、そことかはどうです、なんか身に覚えあります、そういうのちゃんと言ってたかどうかみたいな話。自分のこの企業じゃなきゃいけないっていう理由に関しては第一希望群の中ではすごい強く伝えていていたんですけれども、そこがやはりこう自分から定義するばっかりで待ってただけなのかなっていうのをちょっと思っていて、 それこそ人となりであったりとか育った環境みたいなものもなるべくこう出そうと思っていて、聞いていただいたりとか話す場面があれば話させていただいたんですけれども、結局それを話しただけで相手方の返事を待ってただけだったのかなっていうふうに思ってたので、やはりそこで相手の方はどういうふうに考えているのかっていう部分ももっと客観的に見えたらよかったのかなっていうのはありますね。21卒特有の今コロナ禍で対面での面接がほぼないんですよね。なんかそこで抱えた不安とか悩みとかってありますか？その設計職を希望しているので事前課題をいただいてプレゼンをするっていう面接がかなり何回かあったんですけれども、画面越しだとどれだけ伝わっているかであったりとか、資料はその共有していただいているんですけれども、実感が良くも悪くも湧かない部分がすごい多くて、結果をいただいた時に手応えがすごい納得こう噛み締められる部分までいってないっていうのがあって、そこがこう非常に受けている中では、ね、オンライン採用というか面接の特徴っていうのは、対面だと外交性とか堂々としてるとかしっかりしてるみたいなのが結構プラスに下駄履かしてくれるんですけど、そういうのがね消えるんですよ。いいところが抑えられちゃうところがあるっていうのも一つあるかもしれないですけどね。これ対面で会ったのとカメラ通してやったのとで違うんだろうなっていう、就職活動において学生に求めるものっていうものであったりとか、あとその強みをの見方というか、そういったそのプロセスの段階で対面とオンラインですと大きく何か変化した部分っていうのがありますか？今もう今年の基準で急になんかコロナになったからっていってすぐに採用基準が変わってるってところはまだそこまではないと思うんですね。ただ伝え方がすごく難しくなって、今まで面接はキャッチボールって言われてたと思うんですけど、キャッチボールやってると失敗する例っていうのは結構やっぱ多くてですね、対面だと情報発信のこうやり取りがしやすいんですけど、オンラインだと喋りにくいんですよ。単純に話者交換といってこう話の相手が交換するとかできないんで、小出しにしてたら突っ込まれないまま終わるとか、どっちかというとプレゼンテーションっぽく言いたいことをある程度言ってしまわないと聞かれないまま終わって、でそうなると情報量少ない中でジャッジされるんですけど、結局それは印象評価になるわけですね。そこら辺は一番オンライン面接になって変わったところと言われているところですね、はい、求めてる人自体は変わらないので、面接スキルというふうにしてみた時にはなんかオンライン表現力みたいなものが変わったというふうに思いますね、うん、で画面越しだとそうなんですよみたいにやった方がやっぱテレビみたいなもんなんで、まあ、なるほど、いやー、ここがもうすごい大事なポイントなんですよぜひ聞いていただきたいんですけどもってやられると画面越しでも伝わるんで、テレビのタレントさんって画面越しの天才だから、まあ、あれをベンチマークするとかいいんじゃないかなって思いますけど、確かにリアルでもそうだと思うんですけど、相手が全く動かずに返事しないでうなずかれずに喋るのってめちゃくちゃ喋りづらいじゃないですか。きついですね。すごいですよね。だとすると面接官もしかしたらこんだけ喋ってるのに無視かよみたいな、なんかこう、もうなるほどって、僕結構やってるんですよね。正面から見たらそれぐらいやってもこうようやくこううなずいてるのが分かるみたいな。まあ、それでもちょっと意識してる。あ、ちょっとあ、で一点だけ僕から伝えると、あえてここまでで質問ありますかとか聞いてみるとか。田中さんここまでいかがですか、ご質問点ありませんかっていうふうに聞いてみるとかするとちょっとしたコミュニケーションが生まれて自信もつくかなっていうふうに思います。自分でやるっていう考え方が僕の中ではなかったっていう部分、やる気次第です、ね、就職する人ないんじゃないかなとか、それじゃないと絶対ダメなんでしょう。だからより厳しいっていう感じがするんですけどね。